佐藤健は共演者との関係が派手だ。舞台では石原さとみと、映画では綾瀬はるかとも共演し、フライデーにも登場したことで話題になった。すっぴんで佐藤の自宅マンションに入る様子が目撃された吉岡里帆など、芸能人だけでも16人もの女優と交際歴がある。佐藤の女性関係は共演者キラーとして業界で有名であり、その女癖の悪さには友人の三浦春馬も呆れた過去がある。女優たちの中には、付き合わずに体の関係だけを築いた者も多いという。彼のルックスを生かして、様々な作品で共演者たちとの交流を深めている佐藤健。彼の華やかな女性関係は、芸能界で長い間話題となっている。